先週はですね、はい、レスルワンからの刺客がですね、はいはい、我々に殴り込んできまして、はい、私見返してみたんですよ、はい、なのですね、最後ポロッと言いましたね、あんまり怖くはなかったんですけどね、はいはいはい、言ってましたね。気持ち的にどんな気持ちか分かりますか今。ヨシがね、はいはい、なんかジャーマンかなんか食らってね、はいはい、グダーってなってる中、はい、コーナーポストに登られて、はいはいはい、おいおいまさかのガチシリーズお前らこんなもんかよってマイクで言われてて、はいはいはい、僕が花道から来てね、おいたがガチシリーズってこんなんかよ、はいはいはい、もう周りのファンは絶叫ですよ、はいはい、GTG タガーなんとかしてくれ上がれって言われて上がってもこんなもんかよってあのあじられた気分で、はいはいはい、非常に気分が悪い調子に乗って第2週、はい、皆さんご紹介いたします、はい、レッスルワン所属ヤマトヒロシさんです。どうもレッスルワン所属、さっきあじれって言ったのにすかしてきやがった。すかしやがった。まだまだそんなすかすわけじゃないですよ。いやいや、ただあの、まあいろいろ拍子抜けだったんでですね。普通は、うん、怖かった。やっぱりね。出だしもちょっと、余裕見した方がいいのかなと。なるほど。そういう、そういうキャラ作りする。そういうキャラ作りする。すいません、どうも。腹立つな。完全に舐められてます。いや、とんでもない、とんでもない。余裕ですね。いや、全然全然。あ、でもなんかまあ、まあそういうもんでいいのかなっていう。いや、皆さんね、これ回す前に、はい、じゃあ、山さん行きますね。あ、てんちゃん行くよって言ったら、よし行くぞって言って。はい、で、山さん。あのこうやってあじった時に「おいガチそんなもんか」っていうような感じで言ってくださいねって言って回して振ったらそれ言うかなと思ったら「いやどうもヤマトヒロシです」俺何も指示してないのにね、そういう透かし、ま、ましたね。いやいやいや、ちょっとどう？やっぱ正直初めちょっとビビってたんですけど、まあちょっと前回の放送の時に、はいはい、まあ、ちょっとあのあと思ったんで、はい、まあ今そういう余裕がもう全部あこういう感じねみたいな、こういう流れね、すごい今リラックスしてる。悔しい。あ、そうですか。ほう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 、言ったな山田博士。いや申し訳ない。これどうするんですか。いや、あのね、ガチシリーズってたまにはいい話の時もあるんですよ、はいはい、なんか優しい気持ちになれるとか、はいはい、あ、全部が全部悪霊っていうわけでもないという、はい、その回に来ちゃったんですよ。そうですね、そうですね。そんなら余裕ぶちかまされて、はいはい、俺らの過去はね、悪霊との戦いと言っても過言ではない。そうなんですかな。時にはもののけに追いかけられ、走り逃げり、ポルターガイストは起こされ、暗闇から声を聞く、声が発せられる、そういうの経験してきてるわけですよ。いや、しかしな、言うてもな、ここは大和選手がこれ体験しないと分かんないわけでしょ。やっぱりね、我が輩たちはそれは経験してきてるさ。しかしね、ここでね、味合わせないと、これちょっとね、レッスルワン軍にこれは何と言って一人ですけどね。いや、もう俺一人で潰しちゃっからよ。そんなノリで来られてますよ。やっぱここでね、あの、大したことないですよってなると、もう大和さんで終わりますからね。あ、もう第2第3の資格を送り込んでくるから。俺はな、そうだな、ここで大和さんぶっ潰しとか出てくる。そうだ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 。いや、でも日本撮りで次のところ本当は走るぐらいで収めとこうと思ったのに、急遽行くか行こうと思ってたところにぶっ込みました。これ本当にリアルで、リアルで。 いつかは行かなきゃいけないところだったんですよ、はい、でもそれはあの、まあ困った時に置いといた方がいいよっていう曰く付きなんですけれども、そこを急遽あなたに当ててやりますよ。ゼロイヤマトヒロシ、すごいカードが、ええ、カード的には結構、はい、まあ、前回はね、ヨシが、まあ、ちょっとは頑張ったんですけども、
その頑張ったって言っても、はい、全然余裕でいなされ、最後はジャーマンで沈められて、沈められますね。もう若手がよしによっしゃーよっしゃーんって言っても、もう起き上がれないですよ。俺らはもうさすがに俺も出なきゃいけないと、いうので、はい、ひとまずタッグで俺と、はい、てんちゃんと、はいはい、山と、ヒロシみたいな、ヤマトとヒロシっていう形でちょっと戦って、はい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 、今日はギャンと言わせなきゃいけないと、今日は龍儀潰すよだってこのままね、レッスル1、レッスル1変えられてね、はい、カイさんだとかね、ハマさんとか、あのね、はい、ゲットワイルドにね、はいはい、いやこの前言ったんだけど大したことなかったなとか言われたのさ、そうだそうだ、そうだね、あ、そうなのみたいなね、もっと言ってですか、はい、次怖い方がいいですよ、はい、次もいやあんまり怖くなかったですねって言った瞬間に、はい、俺たちはもう返さないですから次行きますよ怖いって言わせるまで、そうそう、怖いって言わせるまで、それがガチだ、もうそんなね、おまわりさんが来るようなね、はい、場所は有名人だから、そんなとこピックアップしちゃダメダメって言ってたんだけど、関係ない、知るかそんなの、ヤマさん、何だか悪いんだ、ヤマさんいいですか、はい、これは、はい、ガチシリーズ本戦でございます、てんぐよ、こっからが本戦ですね、そうですよ、今引きずってならないこっからが、こっからが、先週も脱今ね、いくらベビーフェイスでやっても、はいはい、今山さん、はい、GTG 軍団の中ではかなりヒールです、はいはい、ここに潰せ山田潰せ潰せって言ってっていうぐらい余裕をぶっ壊れてしまった、いやでもやっぱりね、プロレスラーの方はやっぱり肝っ玉がでかいですから、そりゃそうですよ、そりゃそうですよね、肝っ玉でかくないとトップロープからなんか飛べますよ、飛べません飛べませんね、それはマジ、しかも後ろ向けでなんて飛べないですよ、飛べないですね、そうですね、まだ前回は本当に正面からセカンドロープから飛んだぐらいだった、あ、そうですか、あ、そうですか、あ、まだちょっと一直線はちょっと出してないですね、フィニッシュホールドも出されてないし、フィニッシュホールド、あれあれちょっと、ちょっと、昔東京ドームでね、はいはい、スタイナーブラザーズ、はいはい、長谷武藤組、はいはいはい、あの時にスタイナースコットスライダーがね、はい、こう上げて、うん、そのまま落としたじゃないですか、はいはいはい、同点で、はい、技食らわすぞあの瞬間長谷さん武藤さんがあーって言ったぐらいのあれ今日食らって、はい、まあいいですよ、てんちゃんがカウント3もら、食らいなさいよでもフラフ腹道フラフラのまま返してくる、いやいやいや必ずマイクで言わしてやるからうん、次こだま連れてくから連れてきてやるとか言ってあったかこれやろうみたいなね、あレッスルレッスル1と心霊スポットゼロ構想構想が一種格闘技ですよ、一種格闘技これもね見れるほんとガチならではだからね、どうしますよこの構想盛り上がって後、はい、楽園ホールのメインが、はいはい、ガチシリーズの動画いやいや俺も見たいですけどね、レスラーは怖いと言うのかレスラーでもありえますから武藤さんにすごい怒られそうな俺たちなんだみたいな話で、ね、言われそうですけどいやその構想をね、はいはい、今和気あいあいとやるわけですよ、はいはいはい、もうね、俺ね、普段はこう会話をね、はい、大体50分ぐらいなんですよ、はい、まあラジオ1時間ぐらいのあれなんですけど、はい、もう今生きてえもんもういいって言ってヤマトヒロシを輝かせる気は全くないもう十分輝いてる、そう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 、だから俺ら今危ない存亡の危機なんだよ、そうそうそうね、まさかね、ゲストにそんなコメントされるとは夢にも思わずだよ、まあ、相手プロレスラーですからね、おお、うん、ねえ、でさ、女のね、タレントみたいなね、はいはい、誰かわかんないような来た時に怖くねえって言ったらそれは俺らパンチしたとそれはね、なんだこの野郎でもリアルでパンチしたら俺ら確実に負けるからね3人10分かかんないですよ、多分正面からね向かってもね、うん、このジレンマ分かります
やっぱ我々の土俵でね、うん、ギャフンと言いますよ。なるほどなるほど、そうだね、そりゃそうだ、そりゃそうだ。でもお前、俺はずっとお前らの土俵でやったんだから、こっちの土俵でやれって言われても俺はまっぴらごめんなそんなのそういう時はね、あの我々自身が戦うんじゃなくて資格をこう送りつければいい。ビッグマンベイダーを呼んでくればいいよビッグマンベイダーをあのダンカンも連れてくればいいのなるほどな。なるほどなるほど。でも非常にね、うん、先週、はいはい、好評でして。はいはい。ああ、それそれは。うん、はい、あのね、ぜひレギュラーでとかいうのが絶対来るんですよ。はいはいはい、はい。これ日本撮りですけれども、はい、動画送ってその編集の人が見たらもう面白いって言って帰ってきた。はい。で、これをね、はい、今見てる人も多分先週のやつでいろいろぜひレギュラーでとか言うんですけども、はいはい、プロレスラーはビビらない。いやいや本当にそうだ、わかるでしょ、うん、そりゃそうだよ、トップロープからなだれ式で落ちて落とされるんだもん。幽霊がなだれ式やったら怖いよ。怖いです、ね、ダブルで怖いけど物理的なのとね、ないもん。失敗したね。いや、やっぱ強いですね。やっぱ K1 の選手だったから。マサトあたりだったらビビってくれんじゃないか。あのキットとか怖いっすよ、いけないっすよみたいな。プロレスラーネジ一本切れてんじゃねえかっていうぐらい怖がらないんだもん。いや、そんなことないですけど結構ね、先週の話ってね、実はガチの中ではうん、ストーリー性がちゃんとあるんですよ。そうです、そうです。あ、そういうのあんまりないんですよね。なるほど、はい、うん、で伏見稲荷の話したじゃないですか、稲荷神社、はいはいはい、本当ならばうわーすごいなーみたいな、うん、はい、ね、ああ面白い面白いってなるんですけど、ね、あなたね、はい、あーそうっすか、あー不思議ですねあれと、あーそういうこともあるんですねはーはーってやっぱなんかこういろいろ経験してますとですね、はいはい、そ不思議なことも結構いっぱいあったりしますので、はい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 、まああのまあ、事実は小説よりいきなりっていうじゃないですか、まあ、本当こう不思議なこともいっぱいあったんで、はい、こんなもんじゃないと、まあ、俺が経験してきたのは正直なところそういうことですから、ね、表出ろまあ、表出ろって言った瞬間にまあ2分後に椅子に戻あの助手席に戻ってくるのは山さん俺がこんな感じ無理無理まあでも確かにね、あれですよ、ちくしょう夢枕ダク先生の、あそうだね、プロレス最強じゃないですか、そうでございますね、プロレスラーすごいわ。やっぱりね、俺らが憧れるだけのもんがありますよ。そうです、ね、うん、本当です本当です。でも他でその強さを見せてくれガチガチで貶めるような強さは見せなくていい。やっぱこれは女だな女は泣くもんちょっとなんか動いただけでキャーキャー言うもんなあ、なんでテレビが女使うか分かったそうそう、まあ、怖がらないんだもんでもね、あえてね、そこでガチシリーズってね、やっぱプロレスラー登場するわけでございます。やっぱそこは格が違いますよ。そうですね、そうですよ、うん、悔しかったらテレビやってみろ、プロレスラー使ってみろ、リアクションしてくれないぞこれはまあ、あんなもんですよみたいなノリでねある意味、ガチシリーズ最強の敵だねさすがあのどっかのよくわかんないタレントなんかと全然違いますよさすがレースワンとの対抗戦、このまま構想引っ張ってやるからね絶対夏あの大和武藤組で両国国家を満杯にしてやる。武藤さん引っ張れです大変ですね、それなんか大変ですよね、あの現場的にも大変だから呼ばなくていいですスタッフ相当多いんですよ、ね、スタッフあと5人ぐらい増やさないと対応できないです、うん、ねえ、でももうあれ楽しいですよ僕は、はい、ありがとうございます、はい、ただやっぱり今日行くところは、はい、あの実はここガスト、はい、ステーキガストでね、はいはい、ガストに入れましたね、人間の、はい、ね、僕ら二人いなくなったでしょ、よしと、あ、いなくなりましたね、ね、はい、あれはタバコ吸いに行ったんじゃないんですよ、はい、よし、場所変えろいや、絶対そう思った
絶対あの山本さんと若輩がずっとこう、はい、会話してたじゃないですか、はい、あの時心の中で絶対に場所変えてみたいな。ああ、僕てっきりなんか若い2人でってそういう気遣いかと思って。全然違う違う、そんな気遣いじゃないですよ。いますね。こっちはね、山本さん好きなの食べてくださいよ、いっぱい食べてくださいよ。大丈夫ですか、あのね、これ体のあれもね、コントロールもあると思いますから、うん、あの好きにやってくださいよって言って帰った時に、あの喫煙席にこもってね、2人で、はい、よし潰せ。よし潰せ。わかりました。指令が。そう、あれは潰さないと、俺らが潰さないと。っていう形でね、あのぜひね、あのただですね、これはもういろんなデータを今入れさせていただいてますんで、僕ら頑張りますよ。頑張ります。山本さんも頑張ってください。頑張ります。またね、山本さんファンがね、これは不平だよ、これ。いや、あのね、応援してあげてくれた。逆に山本選手のファンがガチを見てくれるのが嬉しいですね。面白いものがあるんだ。そう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 。ね。毎回言ってますけど、そうやってね、あの面白いと思ってくれた方がね、いろいろこんな面白いものがあるよって口コミでね、どんどん広げてっていただけると、そう、お互いね、相乗効果が。あの3月8日のね、後楽園ですか。あの山本選手って言ってボードを作ってね、GTG っていうのが見えたら、手は振ってくれると思います。手振るだけで。はぁ、あ、って言って、ウィンクもしますから、ね、ウィンクはしてくれる。あー、そう、嬉しい。たまにこう両面つぶっちゃいますけど。なるほど。よし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 。先週は、はい、エビナ、うん、エビナ声優屋上駐車場での興行です。はい、今日はですね、はい、戸田市文化センターでのレッスルワンとの2回目の対抗戦でございます。今日で負けたら、はい、諦めます。群門に下ります。あの天狗豊志はもうレッスルワンの奴隷として使って、リングボーイとして、設営から何から山本さんの好きなようにしてください。今日怖くなければね。えしかし今日怖かったらですね、はい、まあ隔月でもいいんで、はい、ぜひレッスルワンとの対抗戦、もうこれはもう対抗戦ですよ。対抗戦ですね。うん、要はレッスルワンの人を怖がらせなかったら俺らの負けっていうことがちゃんとその勝負論として語れるようになった。はい、強かったね先週は。今日負けね。だってかわいそうな女の子なんだ。しょうがないでしょ。しょうがないですね。それはしょうがない。いや言ってもいいんだよ別に、なんか凶悪な顔してるとか言って。であしょ、山本さんの、ね、あのねあの神様が、はい、ねあのちゃんとついてる。そうですね。いいことだね。そう。これいいことで終わったね。そう。何も先週って思うんだよね。いや持ってらっしゃる。かなりかなりの持ち主。よっしゃどうしよっかな。もう行ってやろうか。まだ18分ぐらいしか回ってねえんだよ。もう俺もう会話なんかどうだっていいんだよ。もう早いとこ連れてって、いやーこれないっすよとかいうような悲鳴を聞きたいんだな俺は。あれちょっと待って、我が輩も初めてですよ。みんな初めてですよ。そうですよね。ただいつかは行かなきゃいけないね、ここはっていう話ですよ。本当とっておきなんですよ。だから同じ気持ちは同じ気持ちです。ああなるほど。あそうです。気持ちは同じ気持ちです。構想とか言っててもいざ現場前行くと、うわ山本さんちょっと離れないようにねみたいな、離れちゃダメですよ。みんな固まって移動よみたいな、変な連帯会がありますね。はい、そういう取っておく物件といいますか、はい、スポットというのは2種類ありまして、はい、まあ、1つは行くのがなかなか難しいとか、はい、遠いとかっていう、はい、まあそういうもんですね。はい、もう1個はあまりに凶悪すぎて、うん、心の準備がまだで、今回の物件は
もそれは行ってみてのおー当たり前だろう山田洋次ここから心構えさせるわけあ行かないんだよこっちは2週連続負けるわけいかねえんだこれは大変ですね何が起きたかっていうのもギリまで言わねえぞやばいですねそれはそれは当たり前だ対戦相手 X なんですね X それも今回の X だよ、はい蓋開けてみたら、はい、あれちょっと残念だよっていうようなじゃないよ、はい、もうエクスターあれでしょとか言われて、はい、バレてないよ本当に花道歩いてきた瞬間に、はい、マジかよこれとやれってかみたいないやこれ逸話の話なんですけど、はいはい、昔あの新日本プロレスで、はい、UWF と5対5のイルミネーションマッチ、はい、有名なね大会が、はい、あのご存知だと思うんですけども、はい、あった時の逸話をちょっと聞いたんですが、はい、あの新日本側が要は猪木さん、はい、藤波さんとかね、はい、あの入れてて一人だけ X だったんです、はい、で花道来るまで X は誰か UWF の方たちは知らなかったらしいんですよ、はい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 で入場してきますよね、はいはい、上田馬之助さんだったらしいで、で会場は上田って思ったんだけど、はいはいはい、前田明さんが一言こう言ったそうです、はい、汚いって言ってでもずるいって言うんですよね上田さんすっごい強いっていうね道場伝説がありますから、はい、前田さんが汚いって言ったんですよやり方が汚いって言うそれぐらい俺ら隠すよ出てきた時に俺ら上田馬之助なんか呼ばないよヒクソングレイシーがいるよ大和くん今日はヒクソンではないなそうですねヒクソンミルコぐらいはいるよ一撃がありますね一撃あるよ左ハイキックなぜか不思議やがなんだ食らっちゃうんだろうなっていうぐらいコマンドサンボがね、うん、隠れてしまうミルコクロコップぐらいは来るねうん、落ちてバンダレシーバーだねどっちにしてもですねいやもしかすると2メーター30の覆面かぶったやつが来るかもしれないよマジですかあれアンドレって言ってそれぐらい俺たちは今万全の体制で戦う準備をしてるわけ苦手なもの言いなさいよ僕あのシソが食べられないシソの霊よってやるよ全国でキャー食われてねギャーとか言って死んでったねシソの霊を今日行くの子に集めてやるよあなたにへばりつくよこうやってそれはやばいですねそうあの匂いがダメなんでしょ匂いダメなんですよね、はい、もうねくっついた瞬間に、こう擦れるぐらい動くよやつは思想恐怖の思想思想の地まぐれ呼んでやるから引っ張っとってもこう匂いくっついたやつもちろんですよペローンってめくった瞬間にまたピチャッとくっつくから全国の思想だから穴という穴にキューン入ってきますそうあのくるくるって回ってここに入ってくからグルグルドーンってねそれだけじゃないぞ大和くん思想の地まぐれから家まで行くぞこれはまずいですね夜眠れないですね夜じゃない風呂入れなくしてるうわーそれまずいっすまず蓋開けたらしそ湯だしそ湯が日本にない伝統なんですよねそうそうそうお茶飲もうと思ったら全部しそ茶になってる水分が取れないサラダひねったら全部こうしそしその紫のしそがそこは赤じそなんですね歯ブラシは無事だなって言って歯磨きやった瞬間に口に入れた瞬間にその白いのは実はしその味なんだそれぐらい俺らは段取りしてるぞ多分あと嫌いなものはなんだよあと嫌いなものですかいやそんなないんですよねフェイスブックにあの送ってくれたでしょ、ね、ちょっと調べなさいよ、はいはい、敵を知るにはまずそういう情報からだよ嫌いなことあるんですかねそんなに基本的に食べ物はそれぐらいですか、ね、食べ物だけじゃないでしょう、はい、人生嫌いなものはそうですね、まあ、山本さんがねあれなんですよあの嫌いなものってねあげたのがねやっぱねベビーフェイスですねこの人はね、うん、いや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 もうじゃあまず私が一つ言おうかはい、いじめよし
あの、ね、かっこ悪 いじめばっかりやるやつ、自爆霊呼んでやるから。それはちょっとなんとか説教するしかないです、ね。ああ、そっか。そして、誹謗中傷。誹謗中傷、俺が、よし、俺今から死ぬ。俺今から死んで自爆霊になるからさ、すって誹謗中傷してやるよ。おい、白石とか。名前が、あ、違う、あの試合じゃない、あの試合じゃない、それじゃないです、うん、あのスピードパートナーとは違うよ。いろいろこういうイメージが。そうそう、あれは出しちゃダメ。宝島ケイトは出し、そっちの試合で、そうですね。いや、あとはあれですね、タイマンです。タイマン、はい、あ、俺ら全然仕事しない。あ、そうそう、全く怠ける。あ、俺ら絶対仕事しねえもん。もうこれから絶対仕事しねえ。ほんですぐ死んでやる。あと堕落です。はいはいはい、もう下半身は堕落だよ。しかるでしょ、これ。え、それそ、まあ、それ下半身は堕落中の堕落。ダメでしょ、もっと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 盛り上げなさい。いや、もう堕落ですよ。じゃあ今から死ぬスポット行きますよってね、そのままパンチェンチョコ。そうもう堕落、タイダー、全部入ってる。次当たったら、次当たったらって。もう全然出ねえな、この台。強楽最悪、誹謗中傷。そのまま死んでやる。そして今日のところに待っててやる。これ来たな、ヤバで、あの泣けなしの景品交換したのがシソコンビ。そう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 。もう全部交換はシソ。それぐらいあなたに勝ちたいです。いやいや、そうっていうぐらいね。でもやっぱりあのベビーフェイスですね。そうですね。あ、いや、でもね、ヤマさんみたいなのがね、いじめはダメだって言わなきゃダメなんですよ。そうそう、うん、それはね。で、俺は悪徳マネージャーですから、いじめる側に回るっていうね。でも本当にね、あの、そういうスーパーヒーローっていうかね、ヒーローっていうか、そういう人は必要ですから、頑張ってください。はい、でも、今日は許さないから。丸く放送悪いことだったの。いやいや、絶対そんな、あの、蛇みたいにしつこいです。ね、スーパースターはどういう風にね、どういう風なリアクションするのか。はいはいはい、一発目でね、あそこ怖かったですって言っときゃよかった。そうそうそう。ねえ、そこができないんだ。なかなかちょっと、まあ、なんか、そうですね、怖いって言えなかったですね。いやいや、怖いか怖くないかっていうと、はい、いい話なんです。あ、まずいい話。そう、俺がカチッと来てるのは、あの、お稲荷さんが守ってくれてるんですよ、だからここのとこに誘導されたんですよって言っても、ああそうっすか。それが許されないわけ。マジっすか。ああそうですか、不思議ですねとか言うんだったらね、よしよし、いい体験してくれたなみたいな形で、俺らも機嫌よくね、さあ橋でも行きますか、自殺があるらしいですよ、ないけどね、みたいな、そんな感じで、今頃家路についてますよ。はい、なんで飯今この時間ついしたか。なんでここでエネルギー補給したかですね。あ、作戦タイムが欲しかったんですよ。おやおやとね、これは作戦タイムが必要だ、これ確かにね。だって先週なんてね、本当に山田博士のいい話ですからね。そうですよ。ね、いろいろ解明していただいて。本当に、いやね、一発決めないとね。いや、これはね、本当にあの頑張るよ、今日は。はい、うん、生命をかけて、もう今日怖くないって言われたらガチ引退します。おお、やばいです、やばい。それはでも、え、大丈夫ですか。大丈夫じゃないですよ。あの、先週も今週まだあの語尾に天狗っていうのが1回ずつしかついてないですけど、あらら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 、こういうとこまで見る余裕があるってことですよ。ちくしょー、悔しい。だってこれだけ言わせるよ、これだけ言っといて全くビビってないですからね。そうね、そう。そっかいそっかい、やってみなさいよっていうね、地獄見してやがー。見えてないやつでも見えてビビらしてやるからな。もう 俺らそういう時にあの素人の人がビビるの俺は知ってるからね。あの、山本さん肩になんか取り付いてますよって言って、あー、これ取れねえかも、帰りますかって言って返しちゃう。あー、そのまま嫌な思いしてくれ。ちょっと嫌なことがあったらすぐ例のせいにしちゃうぞ。自分が悪いのに。
あの寝坊したのに例のせいだっていうようになるよ。寝坊とかされます？たまにやりますね。あ、寝起きは悪い方ですか？いや、割といい方なんですよ。はい、で最近も、特に最近早いですね。あ、そうですか。やっぱ鍛えてらっしゃるからですね。なんですかね、やっぱりいろいろやってますと、やっぱその責任問題になっちゃいますので、それが一番怖いかもしれないですね。あ、確かに。あのコメントがいちいちベビーフェイスで腹が立ってめちゃめちゃかっこいいですからね。もうちょっとなんか怠惰な感じよね。いや、アイスピックにブランデーを入れてガー飲んで、そのアイスピックを歯でガキってやりなさいよ。プロレスラーだったらプロレスラーだったらステーキ10人前ぐらいパーグギャーくてまだ足んねえわ。すいません、さっきもあのチキンのステーキの皮入って注文してました。すいません、皮なしで。あれ、そんな頼めず頼めるみたいな、やっぱチキンの皮ダメなんですか？やっぱ皮はまあ油なんで、やっぱそこはちょっと取っていただいてですね。このお店もいいお店で、あのちょっとどうしても顔を処理の感じで少しだけ残っちゃうんですけど大丈夫ですかって確認してきて入ったんですね。はいはいはい、いやいいお店だなと思って。はい、観客の女をガーン、控え室に来いみたいな形でヒギーみたいな形でやんなさいよプロレスラーだったら。そんなこと全然、もう何かあったら、あ、じゃあ、おけがないですかって真っ先行きたいことなんですけど、なかなかそこは強い、いちいちかっこいいな、強い。もう俺今ちょっとコーナーポストコーナーにこんな状況だもん。だって監督あるんですよ、ディスクラードがヨガランとするじゃないですか、あーって言って、リングサイド、柵あるじゃないですか、あそこにぶん投げてきたんですよ。山本選手はもう先頭になって、その柵をそう、お客さんに当たらないよ。お客さんが一番危ないですよ。セコンド、自分セコンドなのに、こう、バリバリやね。河野さん、助けてこの男を倒したいんです、僕は。デスペラードの田尻さん、協力しますよ。今から心霊スポット行くんで廃墟で隠れててくれます？もう襲ってても俺はへーへーって笑ってきますから誘導しますから。角曲がった瞬間に毒にパーンって吹いてあってねえ、河野さん頼みますよ。霊現象だから。あ、僕にとって毒に本当怖いんですよね。あ、真っ白なんで。あ、そっか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 。僕の心は何色にも染まらないですけど、なんかさすがに我が輩もね、もうなんかこう一升瓶を一升瓶をガー飲んで、ねえ、力道山にぶん殴られなさいよ。ねえ、人がいっぱい見てる前で靴べらで殴られなさいよ。プロレスラーだったら。猪木さんどう思いますか？いや、猪木さんいや、いいと思いますよ、やっぱりね。ねえ、本当にね、プロレスラーの優等生ってあかんでしょ。いやいやいや、全然全然、もう本当にもうやっぱりね、グランドベリーフェイスって言ってもね、やっぱこういうね、グランドメインがないじゃん。いやいや、もう以前は本当にもうパチンコばっかりやらせていただいて。ダメだ、それはダメです。でもパチンコやってる人はみんなヒールじゃないみんなヒール、まあバカではありますけど。いや本当本当ね、根っからのベビーフェイスなんですよ。いやいやいや、本当にベビーフェイス。お話ししてて不愉快なのが全然ないですよ。全くない。いや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 、いや、めんどくせえなとかね、そんな全然ないですよ。さやかさん、めんどくさいっすよ。ぶっ込みますね。昔あれニコニコしてるから余計にめんどくさいんですよ。どこで死んじゃうかわかんない。そう、いや、でも、まあ、やる気スイッチは、そうですね、本当にその、確かに年上の方ほど結構やる気スイッチがどこあるか分かんないですけど、やる気スイッチっていう、いや、本当そうなんですよ。確かにね。僕は怒鳴られたことなく、僕は結構かわいがられたと、してくれたんですけど、現場で、みんなシーンとしてるんですよ。え、何が言ったの？って言ったら、佐山さん怒っちゃった。ちゃう。怖いですね。佐山さん、何かご失礼ありましたかって聞いたら、いや、大丈夫でーす、行こうって笑うんですよ。それが怖い怖い、何があったのって。だから、そんなの考えたら全然 OK ですよ。だから、もうド S 心が、
ぐじゅぐじゅしますね。どうやっていじめてやろうか。田尻さんとかそういう思いでやっつけてるんだ。わかる。あの鈴木みのる選手がなんでそんなに、なんでそんなにヤマトでって言ったのかわかる。それですよ、ヤマトさん。もう一番シングルマッチやってますからね。そうですよ。あんなに当たるとは。あのこの前あの1月30日の田尻さんとの、はい、見させてもらったんですけど、はい、田尻さん本当に楽しそうだったの。あれ大サービスですよ。緑吹いて赤なんで。どんだけ大和さんをいじるのが楽しいかって思いますよ。大体どっちかに。おいやすごい楽しそうにやってましたから。なるほど、分かった、うん、この男の扱い方が分かりました。山下さん大丈夫ですか、はい、必要ない。いじり倒せ。さて今日の場所は、はい、さて、はい、どうぞ。特に名前とかないです。名前がない。廃墟です。心霊廃墟です。心霊廃墟、とにかく心霊廃墟なんだね。当たり前だ、普通の廃墟なんか今回絶対連れていかないからな。そう、どういう施設だったかというのも内緒ですか。よく分かんないけど、とりあえず廃墟です、これはですね、私のですね、草の間の皆さん、不動産屋なんですよ、はい、いろんな情報持ってくる。そりゃそうだ、不動産屋だから、まあ、たまに LINE パンがポーンって飛んでくるんですよ。おうおう、しゆちゃん、しゆちゃん、あのネットゲームで僕、あのしゆって名前、はいはいはい、しゆちゃん、しゆちゃん、今どこいる、家だっけ、今から出てこれ、なんで事故物件できたから見においたんですよ。車でね、トロントロになった死体がね、あるところに呼ばれたりだろう。しかすると大丈夫、やりすぎてないの。強烈な人なんですよ、はい、私の草の物の中でも、最強の人です、ね、はいはい、が、教えてくれたんですよ。どうやらそれもなんか曰くつきってまあまあ、なんか曰くがあるんですよ。とりあえず言われてるのが、面白い物件があるよ、はい、まあ廃墟なんだけど、あの行ったらね、黒い女の人がいる。おいおいおい、その黒い女の人見たら死ぬらしいから、ちょっとおお、ちょっと見なさいよ。ヤマさん、黒いのはリアルだ。黒いのはちょっと黒、もう見るまで返さないです。いやいや、ちょっと慎重じゃないですか。慎重じゃないですか。いや、死ぬかどうか試してみなさいよ。それか、それを超えれたら、はい、レッスル1のタイトル全部取れますよ。いや、そうね。死ぬか生きるかのあれだったらね。すごい、すごい賭けですよね。そう、リングの上の勝負とはまた別にね。別に本当に。まさかこんなところでそんな勝負をするのに。いや、当たり前ですよ。当たり前ですよ。当たり前ですよ。誰が悪いんですか。誰が悪いんですか。俺と、はい、ねえ、今、まあ、今回はね、はい、前回シングルでヨシがやられちゃいました、はいはいはい、なぜならあのトンネルはヨシが探してきたからです、うん、ということはあれをカンプラまでやられたのはヨシがシングルでやられたわけですよ、はいはい、今回はヨシ探せっていうことは俺とヨシのタッグなわけですよ。じゃああなたは天狗とヤマトの、はい、タッグでひとまずやるしかないですよ。任せね、何も知らん、はい、何も知らないです、はい、今回どこに。でもね、ほら龍騎ヤマトコンビ行きますよ。行きましょうというつもりでやってるだけですけどね、はい、中まで引っ張りませんけどこのタッグは。現場着いたらね、うん、現場着いたらあれなんですが、まあとにかく、まあ、このまま返すわけにいかない。怖いですね。正直我々もビビってますよ。そうですよ、それはそうだ、それはそうだよ。あの順番的には、はい、あの廃墟っていうのは まとめて撮る場合、はい、一番最初に行きますね。そう、はい、そう、うん、それは何でかっていうと、はい、早めに終わらしたいんですよ。そう、はい、うん、楽とっとと終わらしたいんですよ。そう、そう、ほんでそこを先に終わらしちゃうと、はい、気持ち的に、はい、ちょっと楽になる。そうです、はい、だからもう僕らの基本は嫌なものは先に終わらせろというのが制作スタイルなわけですよ、はい、
今回逆ですよね。逆です。何やらかしてくれるんだ大和っていう感じです。俺らのスタイルを崩してまであなたを潰しにかかる。さてここは左に、はい、ねえ、ここね、最近ずっと感じなかったこのあの山本選手に恐怖を与えるというね。違った意味でね、プロレスとかそういうね格闘技の恐怖とまた別のね、別の恐怖ですね。はい、鈴木みのる7連戦がいいか、はい、今から行く廃墟がいいか、どっちか決めろって。今からですよ、もう無理ですね。いや、でも見たら一発アウトです。でも今は鈴木みのる、これ左右どっち？右です。あの鈴木みのる7連戦は辛いから廃墟ですよって言うかもしれませんが、はい、あと1時間後には鈴木さんでお願いしますって言うかもしれないですよ。でもマジでその話鈴木さん以上の、うん、鈴木さん、鈴木さんかける7以上ですから。そうそうそう、相当ですね。でも鈴木さん勝つかもしれませんよ、7連勝。7連勝ですよ。そうですよ。それはなんてかっていうと、はい、鈴木さんがどんだけ攻めても、はい、あの怖さに比べたら大丈夫大丈夫ってなるかもしれない。まあ、なるほど、なるほど、はい、山本博士を大きくしてしまうガッチリーズ、うん、ないですよ、ここでもう3カウントって言った瞬間に、はい、あれに比べたらーって言って肩が上がるかもしれません。なるほど、うん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 、そうなる、ほんとあのグラップラーバギのしのぎ交渉並みにこう成長するかもしれないけどね。ひもぎりみたいな、はい、しのぎクレハに勝った後そう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 、ね、兄さんを超える、はい、あのカトンボがみたいな。バギ好きなんですか。バギ大好きです。帰りバギ語りますか。もしくはバキジャックハンマー戦のね、ボコボコにやられていく中、最後の最後にバキが鬼の顔を背中に見せる。いやね、そろそろね、ピクル戦とかも語ろうよと思うんですよ。みんな近いトーナメントじゃないですか。そうですね。ねえ、死刑囚シリーズだってあるんだよっていうんですよね。あの、海王さんは大丈夫ですか。何が海王さん。海王さん、最後はなんか、あれにぶっ壊れちゃうんです、精神的に。これ新聞の。あ、これ新聞。あ、ボクシングで。あれですね。ドリアン。ドリアンね。はい、あ、ドリアンね。精神崩壊してる。うん。飴玉ももらってね。そうそうそう、うん。ドリアン。スペックが濃いしさ。花山薫と怪獣同士の戦いですよ。あれ良かったですね、あの勝負は。これ回ってる時のそういう話いいのかい。今花山薫とスペック戦とか言っておーっていう人が何人いる。そうでしょ、おかしいでしょ。特殊とか言ってね。特殊特殊直すのに佐藤生きのみですよ。おいおい汚ねえよ。そうそうそう、ベンダベンダがその独身の人です。ペターン。柳流行ですね。柳流行。でその時は何ともないんですけど、後で聞いてくる。そうそうそう、病院だよ。つって。大概にしやき。そうですね、やっぱりね。いやバキはすごいよね。前回はね、はい、ガローデンについて話してたんですよ。ガローデン。ガローデンはあのあれですか、小説の方ですか。あの漫画の方で、はい、あの板垣さんのね、はい、板垣さんはおかしいっていう話をしてちょうどしてましたからね。そうそうそう、でバキはいずれやらなきゃいけないとは言ってたんですよ。今やるとは思わなかった。そこまで盛り上がってくるとは思わなかった。僕あの死刑周辺好きなんだよな。死刑周辺いいですけどね。ステッカー花山薫戦ってベストバウトに近いですよね。ベストバウトですね、あれは。はい、スペックスか。だからまあシコルスキーがすごい強敵だと思ったんですけど、ね、なるほど、どげね、はい、うん、割とあれでしたね。そうですよ ね、 ねガーレンを、はい、ボコボコにしちゃったんで、うん、あんなに強かったガーレンですよ。あのヘビをガーやりますからね、ガーレンは。あのいいのかな。いや、いいと思いますよ。やっぱりあのオロチカズミが強いんですよ。マッハ好き、あピクルとやったんだっけ。はい、そうですね、ね、最後、はい、一番いや使えないやつでみんなからバカにされてたのに、はい、最後はね、はい、マッハ好きの完成形を、はい、俺あれちょっとうるっときたんだよ ね、 いやそうですね。だってオロチカツミですよ、はい、関節がえらいことになっ
近代空手のリーサルウェポンですよそれがみんなにバカにされてるんですよそれが最後いじみしたじゃないですか。いじみしたっすね、本当いじみしたっすね。あれは泣いたね、うん、いい加減しろよお前らバキバキ語るのはいいけど楽しんでるでしょどの試合が一番好きですか。あ、どの試合そうですね。いやちょっと待ってください、パッとこう何でもしますね。あ、ちょっとどの試合って言われるとなかなか難しいんですけど、うん、はい、それもね、ベストバッグ、本当そうなんですよね、うん、なかなか。いやちょっと待ってくださいね、そう言われてしまうとですね、選びがたいのが正直なところなんですけど、そうですね、僕何気に、はい、あれですね、レッツ海王クルセンは結構来ました。結構ツーですな。やつはなんであんなに毎回してみなんですか。レッツ海王、レッツ海王、そうですね、はい、僕はやっぱりね、オロチドッポシブアゴーキなんですよ。あれは興奮しましたね。なるほど、そうですね。オロチドッパに、はい、てめえクソガキ舐めんじゃねえぞっていう、はい、あのかっこよさ、ゴーキさんだから言えるんですか。言えるのよ、はい、うん、このクソガキやって言ってああ、そうですね、そういろいろこうベストバウトが出てくると僕はどの試合が一番あれですかね。ああ、何ですか。芝千春ですね。芝千春対アイアンマイケル。あえてそこに行っちゃうかもしれないですね。千春、そうですね。千春。あと最後泣かせるじゃないですか。はい、花山薫が、うん、あのね、よくやったって言って。はいでもう歓喜余って泣くっていうね、はい、うん、あれは良かったよ、はい、うん、やっぱ格闘技ともなんですね。やっぱりあれはもうね、あの格闘漫画のトップクラスですね、はい、そうですね、ほんと、これ誰が止めるか、ずっと止めれないよ、ね、まあ、でもあのもう現場近いです。あ、そうですか。さて、今日行くところは廃墟でございます、はい、ゲストにあんまり廃墟を連れて行きたくないんですが、ここまで挑戦されたらやろうと思います。今僕の中ではその昔あった映画の、はい、スイートホームぐらいのちょっとイメージを、ああいう感じの怖いですか。あれはちょっとあの、はい、あの映画実は見たことないんですよ。はいはいはい、あのファミコンゲーム、あー、はい、ありました。隠れた名作スイートホーム、あれであの、まあ、当時あのすっごく怖かったイメージがあるんで、はいはい、あのだから本当に初回の頃はあの小学生の時に始まったんで、あ、はいはい、これですか。これ入るこれか、これ今のとこ、今のとこ、あ、そう、ちょっとね後ろのやつがついてるのでちょっと動かせますね。今のとこ、今のとこ、真っ暗の方に行くわけですね。うわ、真っ暗ですよ。あ、そう、スイートホームみたいなところ行きたかったら用意しますよ、はい、それまた、まあ、あるんですね。 あります、もちろんもちろん、今のところ入るのね。あ、そう、ガチさは大丈夫かな。ガチさはもう両方振りますね。 OK、なんでこいつ止まるんだ、ここで。下、あ、家か。あと、どっか U ターンしたい。あの、謝るなら今ですよ。いやいやいや、真っ暗です。いやいやいや、いや、先週はちょっと先週と雰囲気全く違いますね。確かに違いますね。配慮に欠ける発言をしてしまいました。はい、とただですね、いや、あの、なんか昔猪木さんが、はいはい、いつ何時誰の挑戦でも受けるとか、ね、そういう言葉をおっしゃってましたけど、はいはい、僕は違うんです。僕はいつ何時何にでも挑戦するレスラーです。おお、今日もぜひ挑戦させていただきたいと思います。ただ若輩はね、いつもね、こういう廃墟に来てますけども、いつものように不安だ。いつものようなあの怖さが来ている。
あのね、廃墟ってね、山本さんで、はいはい、何回行っても慣れないんですよ。連続で廃墟行くことは無理です、はい、それぐらい精神を使うんだ、はい、あのね、リアルに人がいる可能性だってあるんですよ。なるほど、はい、その時は、はい、行ってる人ですからね。そうですね、うん、そこに住んでる。さて、どこですか。もうちょっと住んでる。はぁ、来たよ。いい時間になりました。かなり時間です。はぁ、あれか、あれです。これ、これです。入れそう、あっちの字で入れる。赤いやつだ、これ赤いやつだ、これおいけそうです。ちょっと一回切った方がいい。うん、行けることは行ける。これ降りても大丈夫か。あの、先には抜けれるんで。あ、ほんと。道幅がどうか。この下、この下です。皆さん、これダメなやつです。やばいですね、ちょっと、あれ、ちょっとあれか、これ。もうちょっと先です。あ、これは、じゃあ人住んでんのこれ。え、マジか。これ、これで、これは多分人住んでる。わかんないですよ、この辺も入ってるかもしれない。こんなん住まないだろう、これ。いや、住んでるな。あ、住んでますね。お、分かりついてる。マジで、はい、なんでこんなとこ住むの。え、曲がれるのこれ。絶対わかんねえよ。こんな絶対わかんない。Google マップなんですね。いや、Google マップでも探せないよ。シャワー大丈夫なんだが、これ U ターンできるの？そのまま真っ直ぐ行けば繋がってるので。あ、そう。U ターンしようと思えばできる。うわ、あれ、これなんだ。これはまだ違う。これは違うね。畑かな。でも、もうすげえ近い。うわ、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 やばい、やばい。え、どうだい。どうだい。こっから先は有料です。こっから先有料ですね。いいテーマ、大和広志。大和広志、来い。我が辺、見たかった。せーの、ここから先は有料です。